さんこんにちは。今日は、バレエを習っているさくらんぼママですが、トーシューズデビューをしようと思いまして、トーシューズを買いにチャコットに行っていきました。で、買ったトーシューズはベロネーゼのトーシューズを買いました。で、今日はこのトーシューズにこちらのポワントパッドを貼るという作業を動画で写していきたいと思います。こちらの、ポワントというのがこのつま先部分ですね。こちらにこのレザーパッドを貼ります。100円で、レザーパッドレースというのもあるんですけども、私はこちらのレザーの方を買いました。レースではなくレザーを買いました。そして専用のレザーボンドも買い、これをそれぞれレザーパッドとポワント、つま先の部分に接着剤を貼っていきます。こちらが専用のレザーボンド、レザー用のボンドになります。220円。そしてレザーパッドですね、貼るこちらのボンドをつけたこのレザーパッド、こちらをに今このボンドを塗った状態です。ボンドを端っこまでしっかりと塗り乾かした状態です。で、手で触ってもこう手にくっついてこないところまで乾かしていきます。そしてこのトーシューズのつま先とこちらですね、こちらにもボンドが塗られています。で、あらかじめ、サイズを測っていき、このポワントの部分とレザーがはみ出しがないかというのはあらかじめ確認をして、先ほどぴったり合っていたのでしっかりグーッとつけました。この接着剤が乾いたらこのようにグーッとこうつけていきます。ここのところがレザーはみ出してしまう場合はハサミで、切っていただいて、またつま先部分ですね、こちらもはみ出してしまえば、あらかじめマジックなどでこう合っているかを確認して切ってください。それでは貼っていきたいと思います。ぎゅーっと押していきます。ボンドを乾いた状態でつけるというのはとてもちょっと変な感じがしますが、この状態でしっかりついています。トーシューズにあのボンドを塗るときはトーシューズからはみ出ないように気をつけてください。はい、こちらで完成しました。はい。で、チャコットでは、この底裏に名前の刻印と、またこのゴムも無料でつけてくれます。いいですね。で、私は先日チャコットに行って、こちらのジェルパッド、つま先に入れるパッドですね。こちら
と、この洗えるバレーシューズですね。洗えるバレーシューズも購入しました。あとはですね、こちらのチャコットの、こちらも洗えるロールケース、4840円。メッシュになってます。こんな感じでチャックがついていて、1、2、3、4つチャックが、ポケットがついていて、こんな感じで吊るせます。吊るした状態で、シューズを入れて干すことができるのでとても衛生的です。まあ、総額2万円ちょっとしましたが、まあ、めったに行かない新池袋のチャコットに行って、いよいよ明日トーシューズレッスンデビューしたいと思います。頑張ります。では今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またよかったねと思ったらいいねボタンもお願いします。またねー。